はい、で次が鎌倉時代になります。鎌倉時代、この時代はどういうことがあったのかっていうと、えー、平安時代の負の遺産の宿題をなんとか片付けなあかんなっていうのが、えー、鎌倉時代なんですよ、えー。そうなんです、そうなんですよ。えー、平安時代の末期に。 平の清盛がま暴れ回ってたじゃないですか。まあね兵士がでやらざずは人でやらずみたいな感じでま調子乗っとったと。でそんな中でえ奈良の光福寺と平の清盛っていうのは結構ね仲悪かったんですよ。でちゃんちゃんバラバラしてる中でえついに平の清盛が怒って光福寺を攻めに行ったんですよ。 で、そんな流れの中で、本当はね、あの、ここまでやるつもりはなかったとも言われているんですけども、残念ながら興福寺と東大寺を中心、奈良の都が、えー、焼けてしまったんですね。はい。なんと焼き討ちって聞いたことないですかね。 そうなんと、えー、昔で言うとね京都と奈良が都だったらねなんと南の島で、えー、なんとが、えー、平清盛平氏に焼き討ちされましたよっていうのがなんと焼き討ちと、まあ、これが原因かどうか分かんないですけど、えー、平の清盛はその後なんか高熱を出して死んでしまったと言われてるので、えー、やっぱ仏さんを燃やすとろくなことがないなということなんですけども、まあ、このなんと焼き討ちをねされた興福寺とか東大寺っていうのをやっぱそのまんまにしとったあかんなっていうことでなんとか復興しようぜっていうのが、えー、鎌倉時代の の一大メインの宿題だったんですよこれを何とかせなあかんなということで、えー、始まったんですねで興、えー、福寺はどうしたかっていうととりあえずまあ誰がやるみたいな感じで、えー、役割分担決めましょうねっていうことで、まあ、費用とかのね、えー、予算を決めましょうということで、まあ、朝廷と藤原氏とあと興福寺3社でえとりあえず予算とか終わりふって3人ちょうどまあ同じぐらいの権力でやりましょうねってスタートしたのが興福寺やったんですよ。 でじゃあ誰が活躍したのかっていうと、あのー、さっきね城長さん平安時代で一番、まあえー、権力握っていた仏師誰だったのって言ったら城長さんでその後と、えー、3つの、えー、派閥に分かれましたよっていうのが印エ円ハ・奈良仏師だったんですね。で印、えー、パっていうのがやっぱ正当な系統やったから一番力を持ってたので印、まあ、パが一番この興福寺のメインどころを修理しますよと仏像を修理しますよとで円パがその次は、えー、メインどころを修理しますよと。 で残ったまあサブ的な、まあ、そこまで重要じゃないけどまあまあまあというところを奈良仏師が担当して仏像とか復活しますよというそういうふうなまあパワーバランス順になってったと。でなんかあんまりええところ持たされてなかった奈良仏師なんですけどもこの頃からね「慶派」っていうのが出てくるんですよ奈良仏師の中から「慶派」で。でその慶派っていうのが鎌倉幕府からお呼びがかかって鎌倉の方で仕事することが結構多くなってきたんですね。 これは何でかっていうとあの、まあ、インパとエンパっていうのは言うても兵士とか、えー、この上皇とか天皇とかそっち関連の仕事をしてたじゃないですか。 っていうのが源氏からすると、ままあ、言うたら源氏と兵士はもう,あのもう宿敵じゃないですか、まあ、源氏が兵士を滅ぼしたのでなので、えー、この兵士とか、まあ、朝廷とかこういうややこしいところがつ,とつながっている、えー、インパとかエンパを使うよりもそれとは全然違うところの奈良仏師を重宝した方が自分たちはええというふうな感じだったんですよ。な、えー、感じやったんですよ。なので経、えー、派を鎌倉の方に呼んで鎌倉の方でいろいろ仏像を作ってくれやということでいろんなお寺の仏像を作らせたというのがあるんですね。 なのでここからね慶派、まあ、元奈良節士の慶派が、えー、結構鎌倉幕府にこう、ね、引き立てられて力を持っていくっていう形になるんですよ。へわからんもんですね時代の流れによってどこが重宝されるかってわからんもんですね。 でその時の慶派の棟梁じゃないですけども代表者みたいなのが、えー、運慶やったんですねはいここで出ました3人目の物資の名前運慶今までは、えー、蔵造りの鳥上、えー、長ときましたけども3人目覚えとくべきなのが、えー、運慶ですやっと出てきたんほんまにほんまに5人ぐらいしか出てこうんでしょうそう3人目が運慶なんですよ でで慶の弟弟,弟子が会計なんですねはいここで4人目出ましたほんまに出てこへんでしょ運慶海慶ここで使い切りましたあと1人ぐらいしか覚えるやつおらへんでほんまにそれぐらいなんですよでまあ運慶海慶が、えー、鎌倉幕府の下で鎌倉の地で、えー、結構重宝されてましたよっていうのがまず興福寺の流れの中でありましたと。 で、えー、もう一個東大寺の復興もしていかなあかんなっていうことなんですけども東大寺に関してはねちょっと興福寺と違って責任者が、えー、一人のお坊さんになるんですよ葬式を取ったのがそれが、えー、長元さんっていうお坊さんなんですね長元さん長元さんが全責任を負って、えー、いろいろ指示をしたっていうふうに言われております。はい で最初はこの東大寺の復興っていうのもあのインパエンパがメインでやってたんですけども、えー、どっちのちにこの慶派が主流になっていくんですよ台頭してきて最終的には何か慶派の独断上みたいな感じになっていくんですよ。へーこれなんでってんかねなんでそんなふうに慶派急にあのまあここで鎌倉幕府の力を得てたっていうのは分かるんですけどもそれだけの理由でこんなんなるっていう感じなんですけども、まあ、その理由としてね、まあ、3つぐらいの理由が複雑に絡み合ってるんじゃないかなとも言われております。 まず最初の理由っていうのが、まあ、この興福寺でねあの一応メインどころじゃないですけども、えー、仕事したじゃないですかその評価が良かったからこの東大寺でも重宝されてこいつら実は経派ってめっちゃ実力あるなら武士の中でも実力あるみたいな感じで取り立てられたからっていうのが考えられると。 でもう一つが、えーまあ、鎌倉幕府に気に入られてた経派なんで鎌倉幕府からねじ込みがあったんじゃないかというふうに言われておりますまあそれはね、あのー、時の勢力権力で言ったら鎌倉幕府を持ってるので幕府におんび語りつけてたらそれは幕府もいろいろああだこうだ言うてきますよねなので、えー、鎌倉幕府のねじ込みがあったからではないかとこれも考えられてるとで三つ目の理由が長元が、えー、会計をすごい買ってたからというふうに言われております 長犬、はい、と会計は、えー、一つの共通点というのがあるんですねそれは何かっていうと2人とも熱心な浄土教の信者やったんですよ。はい 浄土教っていうとあの極楽浄土行きますよって言うの後々浄土宗浄土真宗が出てくるあれね極楽浄土生阿弥陀仏らえたら極楽浄土行けますよとあれの、えー、長元っていうのもすごい信者というかまあ長元お坊さんお坊さんやから信者っていうのもおかしいねんけども、えーまあ、浄土教を信仰するお坊さんが長元やったと。で会計も浄土教をめちゃめちゃ信仰してて、えー、めちゃめちゃこう生阿弥陀仏とか言ってたんですよ。ということであ長元が会計「おお前気合うな」みたいな感じで「おやるやないか」でしかも腕はすごい 実力もあったからお前を話も合うし実力もあるからお前取り立てたるはお前どこのもんやあお前経派あ,あの運慶のところやなオッケーオッケーほんならお前ら運慶と海景それにまつわる経派のやつをこの東大寺の修練時に抜擢したるからこっち来いやみたいな感じで、えー、こう取り立てられてこう経派が東大寺のところで台頭してったんじゃないかというふうに考えられているとまあこの三つの大きな理由がから複雑に絡み合って経派っていうのはめちゃめちゃここから力を持つような形になります。 でこの「慶派の作風どんなんなの?」っていうと平安時代末期はあれだったじゃないですかのの穏やかな感じ風がいいいですよよう風に言われてましたよねあの丸っこい感じの顔で目もおっとりしてて彫りもそんなに深くないなだらかな曲線で丸をイメージするようなおとなしいのが和っぽくていいよねっていう国風的なものが取り立たされてたのに対して慶派っていうのはもともと奈良仏師の慶なので奈良っていうと天平仏でしたよね。 天平,仏天平仏っていうと写実にすごい特化してたんですよねあのリアルさを求めるということであの薬師如来のところで日光菩薩月光菩薩もこう腰食いってなんかやって薬師如来の方に向けてるぐらいの,あのリアルな細マッチョなやつがあったり芦屋ぞみたいにすごい眉毛描いてすごいリアルなやつが良かったりということで写実にすごい特化してた作風が京派のもともとの母体にあるんですよ。 それプラス宋の作風っていうのも組み込まれました。宋、宋、えー、っていうのは中国の唐の後に、えー、出てきた王朝ですね。そこの作風っていうのが経派の写実的なものにプラスアルファされて、えー、写実的プラス力強いっていうのが特徴になります。はい。でこの宋の作風っていうのがあのなんで入ったのかっていうと、長元さん、あの唐代中の指揮してた人が長元さん,なんですけど、長元さんってめっちゃ宋に行ってるんですよ。 3回ぐらい入奏してて宋の,あの進んだ文化とかを取り入れてでそれを生かして東大寺の復興にもいろいろ組み込んだというふうに言われているのでそんな中で、まあ、会計を通じてか分かんないですけども会計運計にお前らそではない今最新ではないこういうふうなあのやり方がすごい流行ってんねんぞお前こういうのを取り入れてこの東大寺の復興に力入れてくれやみたいな感じで宋のやり方っていうのを組み込ましたっていうのがあって。 ももとと天平仏奈良の天平仏の写実的な技法にプラスして宋、えー、のすごいコントラストの強い力強い作風っていうのをミックスさせた、えー、作風っていうのがこの慶派の特徴になります。ほうなるほどなとはいここまで分かった上で代表的な作品を見ていってみましょうはい、えー、まずご紹介させていただきたいのが東大大寺南大門の金剛力士像になりますそれがこちら。はい えー、これはね、あのー、日本彫刻史とか仏像とかの中でも随一、えー、の傑作と言われているもう金字塔と言われる、えー、作品ですねこれ知らんという人はほぼいないんじゃないかなというふうに思いますね。えー、これがね、まああのー、我々の、まあ、学生の時は、えー、運慶と会計の作品だよよみたたいな感じでで言われてんす共同作だったかどっちかが運慶どっちかが会計作だよみたいな感じで言われてたんですよ昔はね。 ただ、えー、近年の大修理の、えー、結果なんかねいろいろ資料が見つかったらしいんですよその何、えー、この金剛像の内部に何かいろいろあったんですってなんか資料が。でそれを見ていくとどうもね他にももうちょっとね人数営派の、えー、作家が関わってたらしいんですよ。で、えー、そこでひ紐解いていくと、まあ、運慶っていうのは、まあ、自分も多分携わってはいるんですけどどちらかとと総合プロデューサー的な役割をしてたんじゃないかというふうに考えられてるんですね。 でそれ以外に会計も関わってましたよとでそれ以外に運慶の息子であったり弟が関わってるという風な感じでその資料にはあったらしくてあのそうちょうど我々がこう学生の時に運慶会計だけがやったみたいな感じとはちょっと違ってるみたいなんですけども、まあ、こういう風な感じで参加したと慶派の主力メンバーが集まってやりましたよというのが今後歴史像によります。 でえーまあ、これはねもうほんまに力強いねあのパワーパワーじゃないですかもうすごいパワーやのこの筋骨隆々の、ね、姿とかもう誰がどう見ても迫力あるなっていうのが、えー、ここら辺がねあの作風ですね力強さコントラスト強くて彫、えー、り口も深くて、えー、すんごい躍動感もあるというのが宋、えー、の作風になります。 で写実的じゃないですか。まあ立体的にね動きもあって、えー、まあ人間の体っぽくリアルっぽくなってるっていうのも含めて、あのなるほどな経華の作風は、えー、写実的かつ力強さ、うん、なるほどなって言われるような作品になりますね。まあこれはね本当日本の美術品の中でも本当に代表的な彫刻の作品かなというところで、えー、運慶会計を含む経華の代表作とてっていう語彙ではないかなと思います。 はい、まあ混合力石像はね、まああとまず説明しなくても知っとるわという人が多いと思うので、えー、それ以外の運慶の代表作というのをご紹介したいなと思います。それが恒福寺にある無著世新像っていうものになりますね。それがこちら。はい、えー、これは二人のお坊さんの像ですね。無、え、著、ー、さんっていう人と世新さんっていう兄弟の5世紀ぐらいにインドで活躍したお坊さんの像になります。はい、で。 えー、特徴としては、まあ、大体ね運慶含む慶派の、えー、特徴としてはエモン線がねすごい彫り深いんですよ。で力強くて波打ってるような感じで、えー、写実的かと力強さっていうのはこういうところで慶、えー、派の特徴というのは分かるんですけども、まあ、この「無邪気世信さんもエモンがねすごくはっきりしてるので力強いんですけどもそれよりも何よりも、えー、顔なんですよ顔。顔がねめちゃくちゃリアルに作られてるんですよ。うこここんだけ、ね、肖像彫刻でここまでまリリアアルルにに作作り上げたなっていいぐらめ、ね、めちゃめちゃゃって るんで目玉がねこれ玉眼っていうんですけども、えー、なんか、ね、水晶をはめ込んで目玉風にするっていうのを結構この,あの運慶とか慶派っていうのはするんですけどもそれが使われててよりリアルにね、えー、作られてるのがこの「無邪気世心流像」になりますね。はあすっげえなーっていうのがこの運慶の運慶の最晩年の作というふうに言われております。だからもうここにね運慶芸術の全てが続き込まれたと言っても過言ではない作品が、えー、この「無邪気世心流像」になります。 で運慶の作品っていうのは結構少ないんです、ね、あのまあ運慶じゃないかなとか運慶だろうみたいな感じで考えられてる作品っていうのは何点かあるんですけども確実に運慶だって言い切れる作品っていうのは結構少ないのでそういった意味でもこの「無邪・接心流造」っていうのはまあ大事な作品から代表作かなというところなんですね。 でその運慶と比べて会計はまあそれなりに作品これだろうというのが言われているのが残っているのでそれを見ていきたいなと思います。まずご紹介させていただきたいのが東大寺の創業八幡神座像になりますはいそれがこちら。はい えー「創業八幡神座像」っていうと平安時代の初期の時に出てきましたね「神仏集合しましたよ」ということで神道神話の神様も仏像みたいな感じで彫刻で彫られるようになりましたよっていう時に、えー、薬師寺の休みが丘八幡宮の「創業八幡神座像」っていうのをご紹介しましたけどもそれとまあ同じですね同じなんですけども大分会計の場合は変わりましたね。はいまあ、大きさももも全然違いいますけどもにしてもこっちはリアルやなっていうのを 会計の「東大寺の創業八幡神座像」になります。これも八幡神という神様がお坊さんの姿に形を変えた姿ですね。で会形はねあのよくね絵画的な彫刻だっていうふうに言われるんですね。っていうぐらいあの線がな、ね、なだらかなんですよあのちょっと会計だけはね慶派の,あの作風の中からちょっとねあの外れるんですね。 あの運慶とかそれ以外の慶波っていうのは、まあ、力強さっていうのが特徴なんですけども会計っていうのはあのなだらかな曲線で恵紋とかのコントラストっていうのも比較的少ないんですよ。で線もなだらかでどっちかっていうとあの情緒の和洋的な雰囲気が、えー、結構出てるのが会計なんですよ。 でまあ、写実的はすごい写実的なんですけどね絵画的だっていうのはそういうふうななだらかな曲線で、えー、さらっとして柔らかい感じでまとめられてるっていうところから、えー、そういうふうに言われてるんですよ。へなるほどねと。で、えー、次ご紹介させていただきたいのが兵庫県の浄土寺というところにある、えー、阿弥陀三尊仏になりますね。それがこちら <music> はい、えー、会計っていうのはさっきも言いましたけど浄土教のすごくこう熱心な信者だったんで、えー、阿弥陀さんの作品っていうのはめちゃめちゃ要素に残ってしてるんですね阿弥陀さんを作ってますと。で、えー、こちらの作品は会計の特徴で、まあ、顔もおっとりしてて、えー、切れ長の目っていうのがすごい特徴的と。 よく言われるんですね会のの作品は切れの命だよとで、えー、これ「絵門線」っていうのもやっぱり彫り口少なくて、えー、こうコントラストっていうのがあんまりない穏やかな曲線だよなだらかな曲線だよっていうのが非常に特徴的こういうふうな「会景」の特徴が表れているのが、えー、この阿弥陀如来像になります。 であのこのお寺っていうのはあの夕暮れになってくると、えー、床にこう夕日がね照ってそれが反射して、えー、この阿弥陀如来像っていうのもなんか真っ赤っかにこう光るらしいんですすごい神々しい姿になるっていうのが有名でねあのそういったものを計算して、まあ、作られたのかなと考えたらめちゃめちゃ面白いなとまあ会計っていうのはすごい阿弥陀さんリスペクトしているのでそういうのがすごい伝わってくるなっていうところでねあの兵庫県の小野市のお寺なのであの僕、まあ、兵庫県なので、まあ、見に行こうと思ったら見に行こうと思ったら に行けるかなと思うので、いつかねちょっとこれを見に行ってちょっとレポしてみたいなとも思ってます。まあこういうふうな感じで会計っていうのは阿弥陀さんをすごい作りましたよっていうのがよくわかる作品になります。でえ次ご紹介させていただきたいのが、えー、高野山の高段院の阿弥陀如来流像というものになります。それがこちら。 はいこちらの阿弥陀さんなんですけども「会計っていうのは結構阿弥陀さんを作ってるんですけども背ののちちっっっゃいい阿弥陀さんんててうのも結構良さに作ってるんですよそれこそ三尺阿弥陀って言われてるので大体 1m ぐらいの阿弥陀さんこういう風なのをたくさん作ってるうちの一つがこちらになりますね。 でまあ、会計の特徴はねちっちゃくなってもやっぱり出てるなという感じで、まあ、切れ長の目で、えー、コントラストはそんなに大きくない穏やかな絵文、えー、線で、えー、堀口はそんなに少なくて優しい感じの作風っていうのはちっちゃくなっても一緒だねと、まあ、こういう風なね会計の特徴っていうのがよく見て取れるのがこちらの作品かなと思います。はい、えーまあ、運慶会計はこういう風な感じでいろんな作品を残したのは分かったんですけどもその他の作品っていうのもちょっと見ていきたいなと思います。まずご紹介させていいたただきたいのがこちら はい、こちらが興福寺にある「点灯記」と「流淡記」という2つで1つのセットの作品になります。 作者が運慶の三男の高弁っていう作者なんですね。あこれはまああの人物名に挙げられましたけども人の名前を覚えていいと思います。だカウントしないでね。これはまあ人物名は別に伏せといて、え作風だけ見ていただいたらいいかなと思うんですけれども、えー、まあ言うとオニですよね。でまあオっていうのは普通は今までで言うと四天王のやられ役として作られることが多かったんですよ。だから四天王の足にこう踏みつけられてるっていうのが多かったんですけども、えー、それをやられキャラを主役 にしましたよっていうのがこの作品なんですよ。で、まあこの点灯器という何してるのかというと、なんか明かりを持ってるんですね。で、この明かりで、あのまあ、仏前を灯してますよっていう風な、えー、仕事をしているのがこの点灯器とい機ということで、なかなかねユーモアがあって面白いじゃないですか。可愛らしいなとこういう風な発想で作られたのがあるんだなというのが面白いなと、まあ。 刑波の作品らしくてね写実的でありながら力強さもすごくあるというのはねやっぱり運慶の流れを継いでるもんだなというのはすごくよく分かりますけども、まあ、こういった作品がありますよと。で次ご紹介させていただきたいのがこちら。 はい、えー、こちらが六原光寺の空也上人,、ね人,えー、人っていうとあの平安末期に末法思想が流行ったので浄土教がえ人気出ましたよっていう時の浄土教を広めていった第一人者のお坊さんが空也上人になります。 はい、だから後々ね鎌倉時代になって法然さんが浄土宗親鸞さんが浄土真宗一辺さんが、えー、自宗を作るということで浄土系の宗派というのが出てきますけどもそれのもっと一世代前の、ね、お坊さんで浄土教第一人者みたいな感じでやってたのがこのうう「南、え、無、ー、阿弥陀仏を最初に唱えた第一人者」みたいな感じでも言われてますし、あのー、自宗を開いた一辺さんって踊り念仏っていうのがすごい得意だったんですよ。得意だったというか踊りなんか だから、えーね、仏を唱えて布教をしてたっていうのは非常に有名な、えー、お坊さんなんですけども実はこれねあの元ネタがあるんですよその元ネタがこの空也上人やったんですね空也上人が初代のダンシング坊主やったんですよイエーイって生浴びた仏みたいな感じでやってたのがこの空也上人それを、えー、彫刻で表したのがこちらの作品になります。でこれを作ったのが運慶の四男の幸勝さん。 っていう方になりますね高さんこれもあの人物にカウントせんでいいよ <laughs> あの実に名前を覚えんでええいからね、はいえーまあ、こういうふうなのがあったよというあのちょっと流しで紹介してるだけなんでで、えー、これもね最近23年前にあの展覧会が行われて結構まだ人気が出た作品になるんですね。で、まあ、独特ですよねあの空也さん空也上人の口からなんかフワーって出てって、えー、ここに、まあ、阿弥陀さんが6つ並べて作られてると。 これは何なのかっていうと、空也さんの南無阿弥陀仏を捉えている言葉が、それぞれ阿弥陀さんになりましたよっていう逸話をなんか表してるみたいなんですね。南無阿弥陀仏って6文字じゃないですか。その一文字一文字に、えー、こう仏さんが生まれてるよっていうのをこう口から出て表してるっていう風な図を作っているのがこちらなんですよ。すごいなとようこんな発想で作り上げたなっていう感じなんですけど、まあ、なんかね、さすが運慶系統の慶派だなっていう感じで、ユニークさもあってね、あの実力もさることながら発想が面白いなっていうのは えー、この天頭器・龍頭器と空や上人かなというところなんですね。はいで、えー、次ご紹介させていただきたいのが神奈川県にある高徳院というお寺の、えー、阿弥陀如来坐像になります。それがこちら はい、これは見たことあるよってあこれ阿弥陀さんやったんやと思う方もいらっしゃるかもしれないですけどそうそうそう神奈川県の鎌倉にね大仏がありますよというこれもめちゃめちゃ有名なんですけれども、えー、それが実は阿弥陀さんで、えー、これ作者は分かんないんですけども京波の,のすごい特徴が見て取れるからおそらく京波が関係している作った作品ではないかなというふうに言われております。へなるほどどねねとめめちゃめちゃゃででかいいらしいんですけど、ねでこの さんは中見れるらしいんですよ中入ってなんか阿弥陀さんの中を覗くことができるらしいのでねあのめちゃめちゃ面白いなということでこちらもね鎌倉時代を代表する仏像の一つになります。 はい、えー、鎌倉時代の慶波を見てきましたけども慶波以外どうなったのかっていうとね正直言うとねちょっとね勢い落ちちゃったんですよで、えー、地方に伝播していく形になるんですねだから陰パとか円波とかそういうのは、えー、ちょっと下火になっちゃうんですよこれ何でかっていうと、あのー、鎌倉時代に上級の乱っていうのがあったんですよ上級の乱。 あのまあ、簡単に言うと朝廷と幕府が鎌倉幕府が喧嘩しましたよっていうのが上級の乱やったんですよ。まあ、言うたら主権がねあのこっちら鎌倉幕府の方に行っちゃったので、えー、それがクソーって思ってた朝廷側貴族とかも含めて朝廷側がなんか「俺らの時代をもう一回カムバックするんじゃ!」みたいな感じで、えー、こう喧嘩になったと。 で、喧嘩になったんですけど、残念ながら、鎌倉幕府の方が買っちゃったんですよね。大河ドラマでやってるじゃないですか。えー、北条政子が、天ー、ー天将軍って言われた、あの、あの事件、事,事件ですよ。で、これによって、えー、鎌倉幕府の方が買っちゃったので、朝廷側の力っていうのがめちゃめちゃ落ちちゃったんですね。あの、やっぱ鎌倉幕府からしたらね、買ったから、買ったから、お前らちょっと言うことを聞けよ、お前調子乗んなよみたいな感じで、キュッてされちゃったんですよ。 そならやっぱこっちの朝廷側の力が弱まっちゃったので朝廷側に紐付づいてたインパエンパっていうのは食い縁がなくなるとまあそれはそうやわなと紐付づいてるからでパトロン側弱,弱なってしまったらやっぱりあの自分たちに回ってくる仕事もちょっとおちっちゃくなっちゃったんで,で食えへんからっていうことで、うん、ちょっとほ他でちょっとほんな働きに出稼ぎに行きますわみたいな感じで地方に散っちゃって、えー、細分化しちゃったので結構このインパエンパっていうのはあの力が弱まってしまったっていうのが鎌倉時代の流れになります。はい えー、ここまでご覧になっていただきましてありがとうございました。えー、ここがね日本の仏像の歴史のピークになります。ここからはねちょっと悲しいかなあの退潮期って衰えていく時代を見ていく形になるのでねあのちょっと悲しくはなってきますけどもまあ,あのここまで頑張ってくれたので、えー、ここからウィーニングランを決めるような感じで、えー、さらっとね流して見ていきたいなと思います。では次行ってみましょう。 はい、えー、鎌倉時代の次が室町時代になるんですけどもここからねほんま日本の彫刻史でいうと大長期という風な感じで扱われてあの勢いがなくなっていくんですよな大規模な造物っていうのも、えー、なくなっていくんですねでっかい仏像を作ろうぜっていうのもなくなっていくんですよムーブメント的に。これはまあ、えー、なんでかっていうと、えー、鎌倉時代に新しい仏教ってできたじゃないですか。 えー、よく鎌倉新仏教みたいな感じで言われるんですけどもあの浄土宗を開いた法然さん浄土真宗を開いた親鸞さんで、えー、次宗を開いた一平さん曹洞宗を開いた道元さん臨済宗を開いた英才さんで日蓮宗を開いた日蓮さんということでこの六宗六宗が主流になってあの民衆とかに広まっていったんですよね。 あの平安時代までの仏教というのはどっちかというと、えー、権力者貴族とかそっちのアッパーの人たちが、えー、こう極楽浄土行きたいぜイエーイみたいな感じで大量生産するぜイエーイみたいな感じでやってたんですけども、えー、それじゃ本当に苦しい人たちは救えないよねっていうことでこの鎌倉時代の新しい宗教というのは出てきたんですよね。えー、鎌倉ロック宗教 でこの6宗教というのは、えー、民衆をメインにこう広がっていったんです、ねえー、まあほんとに禅宗とかはあの幕府に気に入られたとかいうのがあるんですけども、まあ、メインはあのー、民衆を救おうという感じで動いていったと。 でこの6種に共通するのはあんまりねもちろんゼロじゃないんですけどねゼロじゃないんですけどもあの、まあ、浄土宗浄土真宗とか、まあ、浄土系は南無阿弥陀仏唱えましょうねっていうのが大事だっていうふうな、えー、宗教ですし曹洞、えー、宗臨済宗っていう、まあ、禅宗って呼ばれるものは あの座禅を組んで悟りを自分の心の中で開きましょうねって何かの答えを解を見つけましょうねっていうなんか、えー、マインドフルネス的な動きがまあ大事だよっていうのが禅宗になるとで日蓮宗は南妙法蓮華よという妙法蓮華よというお経が大事だよっていう宗派なのでそんなにね仏像やでっかいの作ろうぜとかいうふうな宗教じゃないから、えー、あんまりこの室町時代というのは、えー、大きいものは作られなくなったよというのが一つと。 でえー、さらに言うとさっき言った、あのーえー、朝廷がね力弱なっちゃったので地方にこう分派していってしまったので、あのー、言うたら小粒になっていってしまったんですねあの分派していったので。っていうのであんまりね大きいものを作ること実力も、まあ、あの受け継がれなくなったし、えー、作風というのもマンネリ化していたっていうのが多いんですよ。もちろん、あのー いいいなっていう作品も何個かはあるんですけどもあの全体的に見たらやっぱ小粒なんが多いかなとそんな時代を代表するようなすごいでかいのっていうよりかはまあまあ今までの流れを踏襲したもんなんだなみたいなのが多いこういうふうなのが室町時代の特徴になります。はい、全体的な流れというのはこういうふうな感じなんですけども代表的な都市ではどういった動きがあったのかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。 えー、京都で活躍してた仏書っていうのが京派、えー、と陰派と閻派になりますね。 はいまあ、インパエンパはなんとなく分かるんですけども,京,も京都で活躍してたのなんか奈良物資やから、えー、京都やったんかなみたいな奈良ちゃうのそれかまあ鎌倉ちゃうのって思うかもしれないですけどももちろんあの京都でもちゃんと活動してましたどっちかというと京都にも主軸を置いてるのが、えー、京波だったんですけども残念ながらね、えー、この京波にしてもインパにしてもエンパにしても、あのーまあ、分派小っちゃくなっていってしまってあんまりね変わり映えしないなっていうマンネリ化にも陥って、えー、京都ブランドっていうのがねやっぱ落ちてたんですよ。この電車 伝統の、えー、今まで情緒から始まって参加に分かれてたんですけどもなんかあんまり変わり映えしないなみたいな感じであの傑作が生まれてないっていうふうな状態だったんですね。 でえー、この「経派、陰派、延派っていうのが、えー、拠点を構えてた場所の名前で呼ばれることもあったりするので、えー、そこにちょっとご紹介しておきたいなと思います。まあ、経派っていうのは、えー、七条仏書、まあ、七条仏書とも言われますけれども、えー、というふうな呼ばれ方をします経派イコール七条仏書とあの七条七条っていうのがあるんですよ京都に、まあ、四条とか三条とか五条とかいろいろあるじゃないですかあれの一つで七条っていうのがあるのでそこのところに拠点を構えてたので七条仏書っていうふうに経派は言われた ますねでエンパは三条仏書っていうに言われま,すまあこういうふうな呼び方がありましたよっていうのは軽くで、ね、知っとけばいいんじゃないかなとそんなめっちゃ覚える必要ないですけど、まあ、こういうふうなのがありましたよと。で、えーまあ、こういうの細々とやってたんですけども京都っていうのはね室町時代めちゃめちゃ荒れるんですよ。っていうのは、えー、1467年に「応仁の乱」っていうのが起こっちゃうんですね。応仁の乱 はい、応仁の乱っていうと、えー、約10年間で11年やったかな11年間ぐらい、えー、将軍家の後継ぎ問題に端を発するほんまお家騒動的なのに、えー、こう大名とかも加算してめちゃめちゃ大きな戦乱がめっちゃ続いてたんですよ10年11年って続いてたんですよ要はそんだけ戦えるなって感じなんですけどほんま戦乱になってやけの原になっっちゃったんですねなので、えー、今まであった美術品とかもめちゃめちゃ燃えてしまったんですよ。 これは仏像だけじゃなくて絵画とかも含めてめっちゃ燃えてしまったんでここのねオーニーの乱の11年間っていうのはほんまに失われた10年やなっていうふうなぐらいね、えー、美術史の中では残念な年、えー、になります。 でえーまあ、そんな状態でねあの京都でもう,仏像を作ろうぜっていう風なな空気じゃなかったんですよもうそれよりも命をなんとかせなあかんみたいな感じだったので、えー、こう物資とかも京都を離れていく人がめちゃめちゃ続出しちゃったので地方に伝播しちゃったんですね細分化さらにだから細分化してしまったのでやっぱあのちいっぱい人が集まってるから、えー、そのグループっていうのは力持ってるみたいなんで,で傑作を作れるみたいなのがあるんですけれども、えー、ちっちゃくなればなるほど小粒になればなるほど、えー、あの工房っていうか分業制 が保てなくなるので、大きな仏像も作れなくなるみたいな、あの生産力の低下にもつながるんですね。まあ、そういうふうなのがあって弱くなりましたよと。 でこの時期ぐらいになってくると地方の守護大名というのは力を持ち出すんですよね。で後々は戦国大名になるぐらい力を持,っていく持つので戦国大名とかの方があのどっちかというと文化が高かったりするんですよ。あの文化をすごいこう仏像を作れや作れよむしろあの国を発展するために教養を高めなあかんから仏像を作れやみたいな感じで、えー、奨励しているような戦国武将とかもいるのでそれやったら京都でここであの命からがらなんかやっとくよりも,もう地方に行って地方で活動した方が食えるし。 あの大切にしてくれるしあの仏像を作ったら褒めてくれるからそっち行きたいわっていう人たちもいっぱい出てきたので、えー、京都の伝統仏書っていうのは本当にね、えー、下火になっていくというそういう風な流れになったんですね。 で鎌倉はどうだったのかっていうと鎌倉はねあの比較的また盛り上がってたんですよあの鎌倉幕府があったからっていうのもあるんですけども営派、えー、が来たりあのその地方に分派してった人たちがやっぱ鎌倉目指せということで鎌倉で作られたりっていうので鎌倉にはね結構いろんな仏像っていうのが作られたりするんですよ。 でこの当時の宋の文化であったり中国の、ね、宋の文化であったりその次の元の文化っていうのがこの鎌倉には結構入り込んでたので独特な仏像っていうのが結構作られているのがこの室町時代の鎌倉になります。 例えば「夕下座の像」っていうので、えー、岩にまあこうくつろいでる仏さんがいるんですけれどもそのポーズが一つの足右足はまあこんなふうにあの組んでるんですけど、まあ、こうゆったりしててもう一つの足が岩の下に落としてちょっと片足だけこう下にして。 <laughs> みたいな感じでくつろいでるポーズとかあと宝永水イカ像っていう像で、えー、こう座ってるんですけども服の両端がウサギのなんかでっかい耳みたいな感じで両方垂れてるよっていうふうな像の表現をしてみたりというので結構独特な表現っていうのがこの当時の鎌倉では行われましたよとそれは僧とか弦の影響を受けた表現じゃないかなというふうに考えられております。 はい、で次が、えー、奈良になりますね奈良もあのちっちゃな仏書がいっぱい乱立してるっていうふうな状態で、まあ、これというふうな、えー、仏書はないんですけども、えー、小粒ばっかりがたくさんありますよというのが奈良の状態になります。でこんな室町時代なんですけども唯一ご紹介したいなと思えるのが、えー、奈良の長谷寺にある十一面観音像になります、はい、これ何がすごいかっていうと、えー、日本最大級の木造物になりますね。 センチなんですよめっちゃでかい十一面観音像なんですね。でもともとは十一面観音像って昔からあったんですよ長谷寺で本尊としてあったんですけどもよう燃えてたんですね。で燃えては作り直して燃えては作り直してを繰り返して8代目にあたる1538年に作ったのが現存してるっていうふうな感じでめちゃめちゃでかいのが一つの室町時代を代表する作品かなという感じですね。 であの現代なんですけどね春と秋になんかこのでっかい十一面観音像の「足を触ってありがたがりましょうね」みたいなイベントが行われてます何をしとんねんって話なんですけどね <laughs> これいうが行われてますと。 で長谷寺って奈良にもあるんですけども鎌倉にもあるんですよね鎌倉長谷寺っていうのと奈良の大和長谷寺っていうのがあってでどっちにも十一面観音像でっかいのがあってでどっちも「足触りましょうね」イベントをやっているということで何をしとんねん二人と思って感じなんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、結構面白いなっていうのがこの奈良の十一面観音像になります。 はい、まあ、こんな感じで室町時代っていうのは、まあ、あんまりね、えー、特徴的な、えー、大きな仏像っていうのはなかったんですけども、えー、そこから桃山時代どうなったのかっていうのを見ていってみましょう。はい、えー、桃山時代は、えー、その室町時代が、ね、あまりにも残念やったからちょっとそういう空気を打ち破ろうぜみたいな感じで、えー、何個か、ね、紹介したいのが出てきます。はい えまずね方光寺の大仏になりますね方光寺の大仏京都ですね京都で方光寺の大仏がありますとこれは何なのかっていうとあの大仏って言ったら奈良の大仏だったじゃないですかあのー、ねなんと野球ちにあった後と慶、えー、派まあ運慶とか会慶とか含む慶派が入って長元さんでめちゃめちゃ頑張って作り直しましたよ二代目大仏が出来上がりましたよというのが奈良であったんですけども残念ながらこの二代目作り直した大仏も燃えてしまいますマジかよみたいな。 また燃えたんかいみたいな、せっかく作り直したのに、え、また燃えたって、そう、また燃えたんですよ。えっ、ー、とね、いつ燃えたかっていうと、戦国時代に燃えたんですね、えー。燃やしたのが松永久秀っていうやつなんですよ。あのー、結構有名で知ってる人は知ってるあえ、あいつかよみたいな、あの、茶器持ってパクシーしたやつみたいな感じで覚えられてる。あの、松永久秀が、実は東大寺の大仏も、えー、燃やしてましたと。<laughs> あいつ何しとんねえって話なんですけどね。いや、これもね、わざとでは多分ないと思うんですよ。あの、平家と一緒で、わざと燃やしたろうっていうわけではなくて、たまたま松永、 久秀と三好家となんかバトルをしてたんですね合戦のバトルがたまたまその奈良やったんですよ、えー、東大寺大仏殿の戦いみたいな感じで言われるんですけどそこを舞台にしてやって戦ってた流れで、えー、まあ、燃えちゃったんですね火が出ちゃって、えー、大仏がまた燃えちゃったよというのがあったと で、えー、もう権力者信長の後秀吉になって「秀吉さん東大寺の大仏復興してくださいよ」みたいな感じの声が一旦かまどうと知れないですけども、えー、秀吉からすると「いやもう絵はもう奈良の大仏やろもう絵で」って「それから俺ちょっと奈良の大仏を超えるような大仏作りたいからそれ京都に作るわ」みたいな感じで秀吉が京都にあの大仏を作ったんですよ。ししかかもも奈良の大仏よりもでかい大仏仏よよりででいを作っったたんですよ、えー、知ってました これね結構知らない人がいるんですけども宝光寺っていうお寺に1 9ルの大仏を作ったんですよ。 へーそうなんやだ,だから威信をかけてめっちゃ結構ねあのマンパワーかけてそれは、まあ、あの東大寺の大仏でも200万人以上の人が関わってるからね、まあ、そこから時代が経ったとしてもやっぱりマンパワーめっちゃかけて秀吉が作ったのが奉公、えー、寺の大仏1 9ルやったんですよ。だで完成したんですよね、えー、だから東大寺の出遊れもでっかいのが出来上がりましたよということで1595年に完成したというふうに言われてますへえすげえなとまあよかったねと秀吉さんの威信をかけただけのことはあったねということでで えー、次にご紹介したいのこの宝光寺の大仏を作った物師が、えー、多分作っただろうっていう、えー、他の作品というのがあるのでそれをご紹介したいなと思いますそれがこちらはい、えー、こちらが金峰泉寺っていう奈良にあるお寺で、えー、吉野の方にあるお寺ですねでそこの蔵王堂っていうお堂にある蔵、えー、王権下隆像という作品になります。 なんかすすごい独特ですよね青いなんか色でなんかどっちかと,いうと不動明王みたいなイメージやなって感じなんですけどもこれはねあの仏教の仏様でもない、えー、もんなんですよ日本独特の神様なんですね蔵王権現というのは。と、えー、いうのは、えー、山岳信仰の神様なんですよ。 山岳信仰というと修験道って、まあ、日本独特の宗教があるんですけれどもあの山こもって修行したら悟り開けますよみたいな宗派なんですね山伏とかいうじゃないですかああいうのの信じられてた神様を作った表したのがこの蔵王権下流蔵ということで結構高いんですよあの真ん中が7メートルで脇寺が6メートル6メートルということでまあまあでかい迫力があるということでこれがねあのこの宝光寺の大仏を作った仏師が作った作品というふうに 言われております。まあ、こういう風なのが出来上がってきたんですね。だから室町時代と違ってね。なんか何個か代表作があってええなって感じなんですけど、まあこんなんができましたよと。とはいで次ご紹介させていただきたいのが、当時の近藤の薬師三尊像になります。それがこちら。はい、えー、こちらなんですけども作ったのが、えー、高所。 という物資になります。はい、交渉えー、5人目ですねえー。5人ぐらい覚えといた方がいいですよの。の、えー、物資の5人目がここに出てきます。えー、まず、最初が蔵造りのとり、その次がえ情、ー、で運慶会計でラストがえー、交渉になります。で、この高所っていうのは京派のえー、21代目の棟領みたいな感じで考えられてる作家さんになりますね。物資になりますね。 でこ江荘っていう物資は、えー、古いものを結構修復するプロジェクトに参加している物資になりますね。まあ、このの当時の薬師三尊像というのももともとは平安京に遷都した時ぐらいにあのできたものらしいんですけどもまあなんらかんなで壊れてたんですけどもそれをこの高荘が見事に復元しましたよというのがこちらになりますね。まあ、復活させまましたよとで、えーまあ 運慶特有の右衛門線のすごい力強いところっていうのも慶派ならではの実力が見えて取れるなっていうのとえこれ薬師如来の下に十二神将っていうまあ天部ね 十二神経があるんですけども、この十二神経の表現っていうのがめちゃめちゃ評価高いんですよ。あの動きもあって、えー、すごい写実的でパワフルだねっていうのが、えーまあ、天平文化の、えー、天平物の特徴にすごいあのー、現れてるよね、それが現れてるよねっていうふな感じで評価高いんですよ。だから運慶の良さと、えー、天平物の良さ、まあ言うたら慶派独特の、えー、作風っていうのが見事に表現されているねっていうので、この薬師三尊像っていうのは、えー、よく。 こう登場します。注目表紹介されたりします。で、この高所っていうのがま京、あ、阪の長い歴史の中での最後の輝きラスト3というふうに言われております。 えー、こ勢いがかかったグループぐらいまではな、ま、ん、あ、とかかんとか輝きあってまあまあよかったねっていうことでいろんなところから注,目を、ね、注文を受けたりするんですけどもそこから以降というのはマンネリ化していってブランドもなくなっていってなんとかかんとか生きながらえていくというふうな形になると、まあ、そういうふうな流れの最後の長尾、えー、を飾ったのが、えー、この「交渉になりますと。 はいこんな感じでね桃山時代になると、えー、ちょっとね室町時代のこの閉塞感というのを打ち破るような話っていうのがポンポンポンって出てきましたとじゃあ次江戸時代どうなったのかっていうのを見ていってみましょう。 はい、で次が江戸時代なんですけれども江戸時代はあの初期はね結構ニーズがあったんですよ仏像の。それは何でかっていうと江戸幕府になって本お寺っていうのは本山と各宗派ごとね本山と松寺でこうピラミッド型に組織されてでそれぞれの松寺で檀家をちゃんと受けましょうねということでみんなっていうのは各お寺の檀家にこうなって戸籍管理をさせられたっていうのがあるんですよ。 でそんな中で過去松寺はね、えー、まあ収入源にもなるので、えー、そんなお寺の中でビスボらしい状態じゃあかんなということで、まあお寺の建て替えをしたり、えー、仏像を新しく作ったり、まあ古い仏像を直したりっていう需要が、えー、起こったんですよ。だ結構物資からすると、えー、需要があった状態だったんですね。ただあのー、じゃ物資に新しい仏像を作ってほしいってなった時に、えー、顧客からのニーズさあお寺からのニーズ というとどういったのが良かったのかというとオーソドックスな仏像が良かったらしいんですよ。 まあ平安時代末期の,あの情緒のえ柔らかなおとなしい感じがいいのかえ鎌倉時代の,あの運慶会計みたいなえ写実的なものに宋の力強いのをプラスしたえものがいいのかでまあ言うたら今まで出てきたような仏像がいいなあっていうまあ日本人らしいねなんか安倍なものがええなみたいなもうそういうふうなあの通り一辺倒なものがいいっていうニーズがあってそれにあの従うかのように当時の仏師たちっていうのも俺の魂を の作品を暗い見せつけてやるぜというわけでもなくてそれに従って「あ分かりましたお客さんのいいようにあの望むものを作らせていただきます」みたいな感じで、えー、形式化していっちゃったんですねなのであんまり発展することなく、えー、ちっちゃいものがどんどん作られていきましたよというのがこの時代の、えー、流れだったんですよ。 そんな中でもさっき言ってたあの高所慶、えー、派の21代目とそれにまあ付随するグループっていうのは最後まあ火を吹いて結構頑張ってたんですけども、えー、幕府の御用とかも結構受けて頑張ってたんですけども、えー、残念ながらそっから後になっていくと小粒になっていって他の武士たちにまあ仕事を奪われていくっていうふうな感じになっていったと。 まあこのね、えぇ、ー、派のね、史上仏書っていうのも、なんとかかんとかね、幕府からの御用とかを受けて、えー、最後幕末までなんとかね、細々とやってはいくんですけども、あんまりもう日の海を浴びるわけでもなくて、なんとかギリギリやっていきましたよっていう、あんまりね、えー、見る影もないような状態になってしまったっていうのが、えー、この七条仏書、まぁ慶派の流れになります。 でまあ、江戸時代の最初の方はねそういう需要が結構あったんですけども、まあ、だんだん落ち着いてくるとまあそりゃそうだよね新しいもの作ったらもう終わってしまうからねで落ち着いてきて18世紀ぐらい江戸時代中期ぐらいになってくると、えー、もうそういった需要も落ち着いてきてしまったので物資、えー、には仕事がなくなったとでさらに言うとちょうどねこの江戸時代中期ぐらいからねあの幕府がね財政が危うくなっていくんですよね、えー、なんとかの改革って要はあったじゃないですか享保の改革とか、えー、なんや、えー、あと管制の改革天保 の改革とかいっぱいありましたけど大体あの基金とかなんだかんだ起こったりして不足の事態が起こってお金足りんようになったからあの贅沢すんなよみたいな感じで民衆にこう言ったりで、まあ、と,りあえずとにかくやりくりが厳しかったんですよそんな中であの仏像を作るのにもあのでっかい仏像を作る時はちゃんと許可制にせよみたいな感じの制限をかけたりしたんですよそうすると物資からすると余計作りにくくなるじゃないですか。ということで余計大きい仏像は作られなくなるしあの普通の仏像 どうすらもう,もう形式化したマンネリ化したものが作られていくっていう形で江戸時代中期以降になってくるとどん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 物資のもう実力っていうのも下がっていくし、えー、形式っていうのもマンネリ化していくし、えー、グループっていうのもどんどん分派していって小粒化していって、えー、本当に工房っていうのが見る影もないような状態が続いていくというこれがね江戸時代の全体的な流れになりますなな <laughs> なんんか悲しいなって感じなんですけどそうなんですよ。ほんまに江戸時代中期ぐららいいから、ね、もうあのもう仏像っていうののは全然あの日の目を見る ようなまあ、ゼロじゃないですよゼロじゃないんですけどもあのなんか見たことあるようなあのー、まあまあ商業的なあの仏像やなみたいな感じのものしかできなくなったっていうのがこの江戸時代中期なんですよはいまあ、全体的な流れはこうなんですけどもちょっと変わった動きっていうのもあるのでねそちらをご紹介させていただきたいなと思いますこれだけで江戸時代全部終わりって言ったらちょっと悲しいでしょまあもうちょっとなんかあるんだよっていうのをご紹介したいなと思いますもちろん主流じゃないんですけどね主流の話じゃないんですけども。 まあこういうふうな動きもあったんだよっていうのをご紹介したいなと思います、えー、まずね江戸時代になるとえ中国から一人のお坊さんが日本に渡ってきますそれがえインゲンさんっていうお坊さんになりますインゲンさんはい 禅宗の,、まあのお坊さんなんですけども、まあ、インゲ元ンさんが渡ってきてでインゲ元ンさんが日本で広めた禅宗というのが大幕という派になりますで京都で満福寺っていうお寺を建ててそこを中心に活動しましたよっていうのがあるんですけどもその満福寺の仏像っていうのが当時の中国の雰囲気というか、えー、作風っていうのが如実に表れてますよっていうので、えー、ちょっとご紹介したいなと思います。それがこちら は布袋さんの像と十八羅漢の像のうちの一つになりますね。はい。 布袋、えー、さんはねあの、まあ、七福神の一人なんですけども、えー、この時の大牧宗の像の特徴というのはンセンがねめちゃめちゃねちっこいんですよ。ようこんだけもうひだあるなみたいな感じで彫りも深いしすごい独特なものっていうのが、えー、この当時の大牧宗の像になります。で、えー、もう一つが十八羅漢ということで十八体ある仏像の一つがこちらになりますね。 された生々しいい表現っていうのが、ね、この十八羅漢の中では出てくるんですけどこれがね一番まあちょっと「なんやこれ」っていうような生々しい感じかなと思うんですけど胸がばって上げてそこに仏さんがいますよってこれ何やねんっていう感じなんですけど、まあえー、どんな人の心の中にも仏さんはいるんだよっていうのを多分表現しようとしてるんだろうだと思うんですけどええー、ように言わんでええねんって感じですけどなんでこんなわけわからんようなやり方にしたんやって感じなんですけど、まあ、こういうふうなね独特な表現っていうのが、えー、満腹寺の中で見られるようになりましたよっていうそういう風な 特徴がありますと。で次ご紹介させていただきたいのが造物比売という存在になります。造物比売これは何なのかっていうと、タ、ま、ビ、あ、をしながら仏像を掘ってで今までの仏像っていうのはお寺にこう収めるものが多かったんですけどもそうではなくて、えー、庶民にこう配るっていうものを、えー、掘ってるっていうのが、えー、造物比売になります。だから結構膨大な量を掘っては配り掘っては配りっていうのが、えー、この造物比売になりますね。 で代表的な人物っていうのが円空、えー、さんと木敷さんっていう形で、えー、その2人が彫った仏像でも可愛らしい仏像なんですけどもそれが結構な量残っててで後年、あのー、民芸運動の父と呼ばれた柳宗悦に、えー、再評価されて、えー、今注目を集めてるのがこの造物聖の作品になります、はい、で次ご紹介させていただきたいのが大仏になります。はい、大仏 え大仏って言うと東大寺の大仏とあの法隆寺の大仏がありますよって言いましたけれどもまずちょっと東大寺の方から見ていきたいなと思いますで東大寺はあの最初奈良時代にたできたんですよねあの天平文化の時にできましたよとでそれが残念ながら平家によって焼き討ちになっちゃってえ燃えちゃったよとでその後経派によって復興されましたよと運慶会計とかの経派によって二代目できあがったんですけどもそれが残念ながら戦国時代に松永久秀によってえセカンドの仏像も焼け でその代わりに京都で、えー、秀吉が宝光寺を建てて、えー、その奈良の大仏を超える仏像を作りましたよというところまでご説明したんですね。で奈良の大仏は、えー、再度復興されます、はい、3代目がが出来上がります。 そ三代目の仏像を作るために中心的に働いたのが康健、えー、さんっていうお坊さんになります。だからいろんな寄付を集めて、自分一人で10億円ぐらいの今の価値で言うね、10億円ぐらいの寄付を集めてなんとか復興したっていうのが、えー、現在の三代目の奈良の大仏になります。ええー、そうなんす,すげえな、ようようそんだけ集めたなって感じなんですけどね。一人でまあいろんなところにまあかけずりまでもやっぱそれだけ奈良の大仏はちゃんとこうた作らなあかんみたいな感じで当時の人から。 思ってたんでしょうねあの覚えてもやっぱり直さなあかんという意識がやっぱりどっかで働いて三、えー、代目が1690年に、えー、完成しましたよとでそれが現在に続く奈良の大仏さんなんですね我々が修学旅行で行ったら絶対見るのあの奈良の大仏っていうのは江戸時代の1690年にたった三代目の仏像なんだよっていうのを知ってみると「へえそうなんや」ってなんかすごい感慨深い思いになると、まあ、これが東大寺の大仏になります。 で次が宝公寺の大仏ですねあの秀吉さんが威信をかけて作ったよっていう1 9ルの大仏とだからすごいですよねあの東大寺よりも全然でかいのが京都に実はあったんですよだから東大寺の大仏が復活しても大仏って言えば京都の大仏やったんですよ宝公寺の大仏の方が有名やったんですよへえすごいなって感じなんですけどもただこの大仏は初代大仏っていうのはえ地震で倒壊するんですね損壊したというふうに言われておりますへえそうなんやと残念ながら倒壊しちゃったんですよ ただあの損壊はしたけどもあの完全ににボボロボロにはななっってなかったらしいんですよで。しばらくそのまんまで放置してたんですけども、えー、それがあまりにもちょっとみすぼらしいということで秀吉さんがブチギレて、あのー、自分の身も守れへんのに、ね、仏像がね自分の身も地震でねこうバタンって倒れて壊れるぐらいやのになんで民衆を救うことができるんやってブチギレてなんかもう燃やしてまいみたいな感じで、えー、結局その仏像は破壊されてな、えー、くなってしまいましたと。で あの大仏には大仏殿っていうまあ建物があるんですよ納めの建物ね、えーま、あの屋根とかあるようなあの大仏殿は残ってたらしいんですよ地震では耐えてたので、えー、その秀吉さんの次の代秀頼さん息子さんの代になった時に大仏殿はそのままで2代目大仏を作ろうとしたらしいんですよ。 で、えー、大仏殿は、まあ、銅で作るので、まあ、火とか溶かさなあかんからね銅火とかの作業をその大仏殿の中でやってたら、えー、残念ながら出火してしまって、えー、その大仏殿も燃えて作りかけの大仏も当然作れずに全部ゼロに戻ってしまったっていうのがあるらしいんですよ。何をしとんねんんねって話なんですけどあのー だから後からねこう専門家の中でこう考えられると普通は大大仏仏ができた後に大仏殿を建てそらすね総選と大仏って結構作るのに火とかを使ったりするので燃えて危ないからいやそ,れそらそうやって話なんですけど、まあ、あの残念ながらもうそ大仏殿が残ってしまったがためにそれを生かしたままで中で作ろうとしたらどっちも失敗してゼロになったっていうのが二代目大仏のスタートやったんですよ。 でまあ、このままじゃあかんなということでやっぱり秀吉さんも二代も作ろうということでもう一回ねあの計画を立て直してレッツゴーって言ってて言作り上げたんですよそれが1612年にあの出来上がりましたよっていうのがあるんですけども残念ながらね1662年の地震でこれも損壊してしまいましたよということで二代目も残念ながらチーンって死んでしまいました。はい で、まあ、2代目が残念ながら潰れてしまったんで3代目を作ろうかっていう金分はあったんですけども幕府からなぜか木造で作りなさいよって指令が来たのでブロンズじゃなくて木造で作ったのが3代目になります。 で3代目は一応完成したんですよ。それが1667年となってたんですけども残念ながらね1798年に落雷で、えー、それも、えー、燃えてしまいます、はい、3代目も落雷で燃えてしまいます残念みたいな感じで本当はね、あのー、その天あの落雷が起こるまでの間に天命の大火っていうのがあったんですよ1788年に。 でこの天明の大火っていうのは京都の8割を焼いたっていうふうな、えー、ぐらいの大きなあの火事だったんですね。だからあの結構いろんな、あのー 絵師なんか丸山応挙とか伊藤若冲とかもその被害に遭って結構苦しい思いしましたよっていうのがある結構もう、えー、その生涯をたどっていったら絶対天命の大火で18世紀の、えー、生きた絵師たちの中では出てくるような大事件なんですけどなぜかそれは耐えたんですよ三代目の大仏は木造のくせに耐えたんですけどもやったーと思っったら残念ながらその後の落雷で燃えてしまったということで三代目もおじゃんと。 でじゃあ4代目作るんかっていうとさすがにねもう4代目はええんちゃうかっていう空気があってなかなか進まなかったんですよはい。 でそんな中で尾張、えー、の商人を中心とする有志が、えーいや「やっぱり作らなあかんでしょう四代目は何とかやらんであきませんよ我々がお金集めて何とか作り出しますわ」みたいな感じで、えー、フィーバーして言ったとこれは何でかというと尾張、まあの商人尾張っていうのは奉公寺の初代大仏作ったのは、まあ、豊臣秀吉じゃないですかの生まれは尾張の方だったので尾張、えーまあ、商人がこうやあの秀吉さんのために俺ら奉公寺の大仏を復活させるんじゃイエーイみたいな感じで言ったんちゃうかっていうふうに言われております。 <laughs> そうだよもうここら辺まで来るとほんまはどうなんかようわからなけどまあそうらしいんですよ。でなんとかその商人たちの手がお金とか集めてなんとかね完成したんですよ。それから1843年ということでもう江戸時代も終わろうかどうかっていう時になんとか京都で4代目の大仏が完成したんですよ。よかったねっていうことなんですけどただあのこの4代目に関してはねあんまりプロが参加せんかったらしいんですよね造物のプロが。なんか民衆の力であの作ったみたみい みたいな感じでお世辞にもねあんまり「ええ出来」とは言えなかったらしくて後々の,あの強度の,あの研究家には「グロい大仏」みたいな感じであの言われるぐらい言われてしまう辞すられるぐらいのえ出来やったらしいんですよ。<laughs> 残念やなないう感じなんですけど でまあ、それでも今4代目としてねなんとか頑張ってやってたんですけどもこれもね残念ながらね、えー、火事で燃えてしまうんですよ。これが結構最近まであったんですよ。知ってました ?1973 年に火事で燃えてしまったらしいんですよ。だから結構最近まであの残ってたんですよね4代目の大仏っていうのは「へえそうなんや」ってそ,そうなんですよ。で残念ながら燃えてしまってそっからは再興されることなく忘れ去られて今現代の我々で京都に昔あのめっちゃでっから大仏あってんでって言われても嘘つけやって感じ ほんまに結構最近まであったっていうのが、えー、この宝公寺の大仏の最後ラストやったんですよ。でねこんだけまあ災難を受けた、えー、宝公寺の大仏なので、えー、よくね「地震雷火事親父っていうじゃないですか怖いものの例えででそのよ怖いものの災難を全部受けた、えー、大仏みたいな感じで紹介されたりします。というそうなんですよ。そうなんですよ地震はまあ受けましたよね倒壊して壊れたよっていうのがありますし、えー、雷落雷でも燃えましたよね。 で火事っていうのは最後火事燃えてあの焼けちゃったじゃないですか。もう見つくらったよと。で親父は何やねんって言うとあのー、これね宝光寺の。 え最初でできたたに金ができあったんですよあのお寺の金がで。そこに文言が書かれてたんですけどもその文言がなんか、えー、徳川家康をなんかなんか侮辱してるみたいな感じのイチャモンつけられてそこから大阪冬の陣になって、えー、大阪夏の陣に発展して豊臣家が滅んでしまったということで、えー、徳川家康って狸親父って言われてたので狸親父の,あのイチャモンも食らいましたよということで、えー、宝光寺っていうのは地震かなり火事親父の すべてを食らった不幸の大仏として語り継がれているというふうにも言われています。ほんまがいなって感じなんですけど、まあそんなのがありましたよというまあ、こういうふうなエピソードがあるのが芳光寺の大仏になりますと。まあ、あの主流の話ではないです。江戸時代の主流の話は前半戦で話した話なので、これはまおまけとしてね聞いて,おいていただければなと思います。はい、まあ、こんな感じで江戸時代がありまして、次明治時代どうなったかっていうのを見ていってみましょう。 はい、江戸時代が終わって明治時代になったんですけどもいやいや明治時代はねあの江戸時代からずっとね衰退の意図をたどってきたこの彫刻仏像なんですけどもととどどめめを喰らいます、はい、とどめそれは何なのかっていうとこれがねもう致命傷やったんですね。 まあ、廃棋釈何なのかっていうと、えー、明治時代になって明治政府っていうのはあの天皇を中心にやっていきますよっていう体制になったんですよね。で、えー、天皇中心なのでまあ神道を中心にやっていきますっていう形になったんですよ。 だから今までは仏教と神道ちょっと混じってましたよねあの神仏集合とか言いましたけれどもちょっと混じってたのでそれをちゃんとしっかり分けて神道をベースで明治政府は動かしていきますよっていう形を取るために法令を出したんですよそれが神仏分離令っていう法令だったんですね仏教と神道ちゃんと分けましょうねって分けるための神仏分離令っていうのを出したんですけどもこれがね、完全に誤解を生んでミスリードになっちゃったんですよ で、えー、仏教いらねえよみたいな捉え方になって、えー、民衆たちがこうね仏教いらんのじゃーみたいな感じになってお寺の仏像とかが破壊されたり燃やされたりとか,なんか、ねあのー、絵画とかも燃やされたりみたいなそういう運動になっちゃったんですよ。 でお寺もたまったもんじゃないなっていうのと、まあ、仏像とか持っとってもしゃあないからもう二足三門でもええから売ってしまうわみたいなお寺もちょっと、ね、そういうふうな運動が起こってしまうと、えー、もう商売上がったりやということで食ってかれへんみたいな感じでねなんか結構海外に仏像を売ってみたり絵画売ってみたりみたいな感じで流出しちゃうみたいなそういうふうな運動が起こって、まあ、物資もね、まあ、そんな状態からさすがに仏像を掘ろうなんていう人はいませんよ。そういううういいいいここことととででたたちちもめててく廃業がが続出しちゃったっていうのがこの名 いやかなりねこれ厳しいあの状態だったんですよあの日本絵画の時でも、えー、ご紹介しましたけどね廃仏毀釈が与えた影響っていうのは本当に日本美術の中では大きくって応仁、えー、の乱と廃仏毀釈はほんまにあの二大惨事やなっていうぐらいの、えー、ほんま日本美術の中でもあの黒歴史やなっていうふうなそういうふうな状態やったんですよ。 ただ、いつまでもね。こう廃物毀釈の後輩が続いていたらまずいなっていうことで見直しが入っていったんですよ。それは何でかって言うと、あのー、日本政府的には日本の美術品っていうのを海外に売りたかったんですよ。輸出をしたかったんですね。まあ、そうすることで外貨を稼ぎたかったんですよ。それは何でかって言うと、外貨を稼げばえー、ま富国強兵が進むことによって、えー、ま海外だとかにね。こう先進国に追いつけ追い越せということができると今まで日本っていうのは？ 不平等条約とかを結ばれてて、まあ、外国の先進国に結構遅れを取ってたのでそれをなんとか盛り返そうぜみたいな感じでやってる中で、えー、日本の美術品ととははこれは売れ売るぞというふうふに思ったんですよ、まあ、浮世絵とかでも結構海外ヨーロッパとか人気やったんだよねこれは売れるのに安値で売られとったかというかそもそも浮世絵だけじゃなくて日本美術がボロボロになってるけどこれは本来売り物やのに何をボロボロにしとんねんみたいな感じで気づく人がやっと出てきたと。で見直し時期に入っていくんですけどもそれの中心人物になったのが アーネスト・フェノロサと岡倉天心という2人になります、はい、この2人に関しては、ね、特に岡倉天心に関してはね以前動画で3時間ぐらいになるのかなあの動画でまとめて熱く熱く語ってるのでよかったらそちらの方をご覧になっていただきたいんですけどもまあ簡単に言うとアーネスト・フェノロサっていうお役とい外国人が日本にやってきましたよとで最初はその美術とかじゃなくて政治とか哲学とかそういうのを教えるためにアメリカから呼ばれてきてたんですよで東大で教えてたんですね。 で教えてたんですけども教えてるのが政治学やからちょっとねあの不用意な発言をしちゃったらしいんですよ。で、えー、当時日本の政治ってふっぴりついてたんですねあの自由民権運動とか、まあえー、どうしたら自由はしせずみたいな感じでなんか揉めてたりしてた時にその不用意な発言がちょっと周りからするとヤバみたいな感じになっちゃって、えー、アーネス・オフェノサはちょっと干されちゃったらしいんですよ。 でアーネスノ・フェノロスさんもすねちゃって「いやもうええしおもんないしもうええわ俺趣味に走ろう」みたいな感じでえハマったのが日本美術の収集にはまったということを言われてます何をしとんねんって感じなんですけど、まあ、当時の、えー、海外からの外国人の趣味っていうのは骨董品とか日本美術を買い揃えていくっていうのが結構趣味やったらしくてまあアーネスノ・フェノロスさんもそれにはまっていきましたよと。でそうこうしてるうちになんか廃物希釈でめっちゃこんな大事な仏,あの仏像とか仏画とか、えー、美術品があの安値で売られたりボロ ボロボロになってるっていうのに心を痛めて何とかせにあかんな日本美術何とかせにあかんなという気持ちになって立ち上がったらしいんですよでその中でアーネスト・フェノロサの助手として働いてたのが岡倉天心やったんですねで岡倉天心っていうのは英語ができたんですよで東大でアーネスト・フェノロサが教えてる生徒がまあ岡倉天心やったんですよ、まあ、実際出会ってたかどうか分かんないですけども、まあ、岡倉天心の立場やったんです まあ、アーネスト・フェノズサからすると日本の、ね、文献とか古美術のなんか資料とかは読めへんと。でちょっと天心さんちょっとこうこうこうでこれ読めへんのでなんとかあの訳してくれまへんかみたいな英、えー、訳してくれまへんかみたいな感じでしたり通訳してくれまへんかみたいな感じで、えー、二人三脚で、えー、こう岡倉天心とアーネスト・フェノズサというのは日本美術を復興する動きをしていきますと。でそんな中で えー、日本の美術品を国がちゃんと、えー、保護しなきゃダメだよっていう動きをしないとダメだとアーネスト・フェノスさんは思ったんですよ。というのは海外ではちゃんと、えー、国の文化財っていうのは国が予算をかけて保護していって、えー、ちゃんとした公の場で美術館みたいなところで、えー、こう一般の人にも見れるようなそういうふうな動きをしているのがあるので日本でもちゃんと美術館を建てたり、えー、その文化財っていうのを国が予算をかけて保全修理をして構成までちゃんと受け継いでい 行かなきゃダメだよよっっていうううのを進進めめななきゃダメだっていう風な感じで、えー、進めようと思ってて国に言ったんですよなか,国からすると「いや分かった分かった」「なまあ分かったけどやりたいことは分かったけどとりあえずな、あのー、何したらいいか分からへんね <laughs> でどこに何があるかどこの寺に何が出のってるかどこにお宝があるかも全く我々分かりまへんので「えー、フェノロサさんと天ンさんあなたたち言うのであれば自分たちで、えー、足運んでリストをちょっと作ってきてくれませんか」みたいな感じで国から言われたんですよ「フェノロサと天ンは」。 な天使のなさんかりましたもう言ったらね自分たちがやったことが国の後世のために残ると思って、えー、京都とか奈良の寺に行ってそれぞれのお寺のこう宝のリストとかをちゃんとチェックしてたんですよだからいろんなお寺に行って「すいませんちょっと見せてください」みたいな感じでリストをまとめていったとそんな中で結構秘仏とかも発掘されたりしたらしいんですね発見されたりしたらしいんですよ 飛鳥ツの時にご紹介した、えー、法隆寺の「癖ン音像」あれあったじゃないですかあの鼻がでっかい長い長いやつ蔵造りの鳥の文ではない、えー、北魏様式の金ぴかの、えー、天音がこう両サイドありますよというあれがまさしくそれやったんですよ。えー、法隆寺に行った時にはあれがね確かに3 0 0年ぐらい全然開け,開けられてないようなところに、えー、包帯ぐるぐる巻きで保管されてたらしいんですね。 で天神と、えー、フェノロサがここなんすかみたいな感じで言っ,て言っ,て言ったんですらお寺の人が「いやいやここはね2300年開けてないところやからねここ入ってあかんよ」みたいな感じで断ってたんですけども「いやいやいやこ絶対なんかありそうな匂いするから、ね、なんか絵もあるような気がするからちょっと開けてや」って言って「あだめだめだめここ開けたらね落雷が落ちてねえらいことになったこともあるからね、まあまあ、バチ当たるからやめて」とかお寺と揉めたんですよ。 なあ天心とかも「いやいやそんなん言うてもねあんたらねこれ政府の仕事やからねあの我々に立,立てつくっていうことはねお上に立てつくってことやけどもそんなんでええのあんたら」みたいな感じで押しのけてんとかバーンって開けてその包帯ぐるぐる巻きのやつを見つけてそれを、えー、取ったら癖、えー、観音が出てきたっていうことで「わあすげえ天心さんこれすごいですねー」みたいな感じで、えー、そういうふうなお宝の発見っていうのが明治時代だってめちゃめちゃ出てきたんですよ。 でそういう風な流れの中でいろんなリスト化がされていって、それが後々の文化財保護法に繋がるという形になったんですね。まあ、国が保管して、ちゃんと美術品とかを修繕していきましょうね。っていう流れを作ったのがこの2人とでこういう風な流れの中で。 まあ西洋の人たちがえー入ってきてちゃんと美術品とか西洋の考え方え美術の保管の方法とか価値基準っていうのをえすることによってえ仏像っていうのが今まではどっちかというと信仰の対象をやっったたんんでですけどもそれれがえ美術品として評価されるようになまあアートとしてね彫刻の一つだみたいな感じで捉えられるようになってえそれまでの仏像っていうのもちゃんと評価をされるようになってえ文化財保護法の対象になったと。 でそれ以降今までっていうのは仏師、えーまあ、とかはねあの食えなかったじゃないですか「廃仏毀釈でもうやっとれんわ」って仏像ほっとっても食ってけへんからもうええねみたいな感じで日の目を浴びることはなかったんですけれども作る技術はあるじゃないですか別に仏像だけじゃなくて何か違うものを彫る技術に転用することはできるっていうことで彫刻家として仏師、えー、っていうのは、えー、色を変えてね、えー、幅広いジャンルとして生き抜いていくっていう流れになったんですよ。 なので、えーまあ、美術品の,、ね、あの展覧会とかそういうふうなのも、えー、仏像というジャンルではなくて彫刻というジャンルの中の一ジャンルで、えー、仏像というのが取り扱われるようになって、まあ、その彫刻の、ね、出品の中に仏像を彫る人も出てきたりとか、まあ、そういうふうな感じで別に仏像だけじゃなくていろんな幅広いジャンルの中の一つとしてアート作品として生き残るっていう形になったんですよ。 そういった流れが明治時代の中でできてそこからま大正昭和と現代に進むまで続いていっていくっていう形になったんですねまこれが仏像というものの終焉でもあり新たなスタートとして現代に続いているという風な流れになります はい、えー、いかがだったでしょうかまあまあ長かったり、ね、<laughs> やっぱりあの飛鳥時代から現代までこう遡ってこようと思ってやっぱりね結構時間かかるんですけどもまあ言うてもねあの最初言いました通り仏像のピークは鎌倉時代までなんですよで鎌倉時代以降っていうのがほんまもうウィンニングランみたいな感じで流してね聞いていただいたらいいんじゃないかなとまあ一応集結現代に至るまで仏像の流れどうなったのかっていうのを説明するために一応室町時代以降もね軽く流してこうご説明しましたけどもピークは 鎌倉時代なんでここまでをしっかりと理解しておけば、えー、仏像の理解っていうのもしっかりとできるんじゃないかなと思います。 で今後は仏像っていうのを皆さんも見ることあると思うんですよ、まあ、あの展覧会に行くもそうですし、まあ、お寺で見るもそうですしいろいろ仏像に触れる機会っていうのは、ね、生きてる間に絶対あると思うんですけどもその時にこの仏像っていうのはいつの時代できたもんなのかなとかどのトレンドでできたものなのかなとあ絵文がこうねすごい、はあ、交流深いからこれもしかして営派のあれの流れなんかなとかねあこれは写実的な,なんかめっちゃ動きあるからもしかして天平文化のあれなんかなとかね、まあ、そういうふうな想像 するのにすごくまあ理解しやすいじゃないですか。というかねこのメジャーどころをしっかり押さえるだけでも仏像というのはかなり楽しめるので、えー、しっかりと押さえた上でそこから派生していろんなものを見ていけばいいんじゃないかなと思いますので、ねえー、今回の動画が役に立つことを願っております。 はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関するさまざまな情報を発信しております今までは、ね、絵画を中心に重きを置いてご紹介してきたんですけども今後はまあ今回のような仏像であったりいろんな、ね、日本の文化っていうのをまるっといろいろご紹介したいなと思いますので、ね、引き続き応援の方をしていただけると嬉しいなと思いますチャンネル登録いいねボタンなんかコメントいただけると非常にやる気になりますので何卒よろしくお願いいたしますそれでは今回もどうもありがとうございましたお疲れ様でした